里崎チャンネル。こんにちは。なんか前佐藤さんがちょっと言ってましたけど、はいはいはい、バレンティン選手がソフトバンクに入るんじゃないかっていう。見事にね、はい、でも入りましたね。いやいやいや、やっぱ言った通りです ね、 ねえ、やっぱり掴んでる情報結構信憑性あるんですね。いやそうですね。いやいや、まあ、ネットニュースとかにもちょろっとなってましたけど、はい、いやでも本当に入るんだっていう、ね、でも前々からね、はい、ヤクルト移籍、ヤクルトから出るんちゃうかっていうのは、はい、ここ数年結構毎年話題になってましたけど、はい、本当にもう、うん、ソフトバンクに、はい、いやソフトバンク強くなるな、またねえ、怖いね。しかもバリーグだから DH もあるじゃないですか、はい、でソフトバンクホームランテラスがあるんで、はい、狭いじゃないですか、はい、もう多分もうあのどこでも入るんですよ。そうですね、バレンティン、はい、怖い。しかもですよ、はい、日本人枠なんですよね。そうなんですよ。だからもう、はい、まあ、あのグラシアルとデスパイネは、はい、いつもあのキューバって政府と交渉なんで、うん、いつもすぐすんなり決まらなくて、はい、あの保留者名簿から外れてますけど、はい、まあ、多分すんなり決まると思うんですよ。 お金の交渉を政府としなきゃいけないんで、はい、あのキューバの選手は国家公務員なんで。あ、そうなんですか。キューバのだからグラシアルとかデスパイネとか、まあ、あのキューバから来てる外国人選手っていうのは、はい、全員国家公務員なんですよ。へー、キューバのプロ野球選手全員国家公務員なんですよ、はい、でそれであの移籍っていうよりも海外研修っていう形で日本に来てるんですよ。へえ。だから窓口は全部政府なんですよ。はい、政府と球団が交渉するんですよ。でもお金は本人に入ってくるんですか、ね、入りますけど、あのパーセンテージの何パーセントかは政府に払うんですね。すごい、そういうシステムなんですね。そうです、そうです、そうです。へえ。なんで、まあ、いつもあの交渉ごと遅いんですけど、うん、まあ、多分ほぼ決まると思うんですよ。はい、あの他の球団払えないでしょ、うん、お金グラシアルデスパイネでね。はい、だからその3人がね並ぶっていうのもありますけど、うん、これをですね、あのヤクルトのファンが上出ていかれたとか、ソフトバンクがバレンティン来たって、うん、もうそういう感情論で話すのはもう終わりです。うん、どういうことですか。いやもう問題あります、このルール。ルール、はい、まあ、これは、まあ、バレンティンが行くのはルールの範囲内で、はい、別に僕は何とも思わないし、うん、これはまあ、 あの当然の権利を行使して、ソフトバンクもバレンティン取ってるし、うん、バレンティンもソフトバンク入ってますよね。外国人って毎年あの移動は可能ってことですよね。そうです、そうです。だからもうおかしい、ちょっと変えよう、もう、はいはい、変え、もうルール変えます。いやいや、何を変えるんですか。おかしい、もうこれちょっとおかしすぎる。え、納得、ちょっと納得できない。これもう俺だけかもしれない、世の中でこれが納得できないって言ってる人が、このニュースを見た時に。いやだ、外国人は自由に移動できるっていう制度がですか。いや、まあ、まあ外国人は、はい、毎年 FA なんですよね。そうですね、はい、毎年 FA なんで1年単位で契約してるとね。だから、うん、複数年契約をしない限り球団が、はいはい、翌年12球団と交渉可能になるんですよ、はい、うん、1年契約だと、はい、でそうなってくると、やっぱこのせっかく外国人見つけてきたのに、この資金力に乏しい球団は、うん、すぐ出ていかれちゃうんですよ。だからね、過去にも言いたいでしょ、1年だけ活躍して2年目からお金で取られるっていうのとか結構いるんですよ。まあ、まあ、はい、そうね、だから外国人ってその取られないように長期的、うん、あの契約結んだりとか、その契約内の条項に、うん、あの辞めた後、はい、その自分から契約を破棄した後1年間は他球団でプレーできませんとか、うん、アメリカに帰るのはいいですけど、はい、国内移籍は1年間はダメですとか、はい、入れてるチームもあるらしいんですよね、条項的には、はい、っていうぐらい、その契約期間切れたらもう12球団と交渉可能になっちゃうんですよ、うん、はい、外国人はね、うん、まあそれはそれでいいでしょうと、はい、別にルールなんで、はい、でも今回のバレンティン FA、 まあ FA を8年外国人選手が8年間 FA で、はい、そしたら9年目から日本人選手扱いになるんですよね、はい、だからバレンティンは今年から日本選手扱いになったんですよね、はい、ってなった時に日本人選手扱いになると外国人をまあ最大5人入れれるんですよね。うん、そうですね。だから野手が最大4人外国人が並ぶっていうことも可能なんですよね、はいはい、うん、で FA しないでも毎年 FA になるんですよ、はい、これちょっとおかしいって。ああ、だから日本人は日本人選手なのに FA が毎年できるってことですか。できるんで FA 宣言しなくても毎年自由契約になるっていうこのシステムは、はい、これはおかしい、これも変えなきゃいけない。ああ、なるほど。だってもう両得だもん、日本人選手っていう扱いになって外国人枠から外れるのに、はい、うん、外国人選手特有の契約上の毎年自由契約になって12球団とフリーに交渉できる、はい、これはおかしいわ、これは。
ああ、じゃあどっちかにしろみたいな。そう、だからもう選ばなきゃ。はい。外国人選手のままで、扱いのままでいいから、はい、外国人枠にはまりますと。はい。その代わり、契約期間が過ぎたら、毎年自由契約になります。うんうんうん。まあ、今まで通りで、日本人枠じゃなくなる。なくなる。はい。そう、うん、FA 権どうのこうのベストです。はい。か、はい、FA 権を取得して、日本人選手扱いになりました。はい。日本人選手扱いになるんだったら、日本人と同じように、毎年自由契約にはなりませんと。はい。他球団に行きたい場合は FA 宣言をして他球団と交渉してください。その代わり、うん、日本人選手扱いなんで、うん、ABC ランクにも入ってきます。おー、普通の FA は ABC に外国人入んないんで。はい、そうですね。日本人扱いされたら、今回バレンティンのケースで言うと、バレンティンもこの ABC ランクに入りますと、うんうんうん、で仮にバレンティンが A だった場合、うん、FA 宣言してソフトバンクに行った場合は、ソフトバンクは保証金プラス人的保証いきます。うん。で、日本人選手の FA と同じような制度になる、はい、ってことですよね、はい。で、毎年自由契約にならないんで、移籍したかったらもう FA それしかないです。はい。いや、でも、あれちょっと待ってくださいね。これ考えるとですよ、はい。外国人選手って日本人枠になってもならなくても、別に出られれば一緒じゃないですか。球団側は日本人枠にした方が出られる選手増やせるんでありがたいですけど、はいはいはい、本人は別にどっちでもよくないですか。だったら毎年、まあそう、どっちでもいいんですけど、はい、まあ一つの利点は、はい、日本人選手扱いになることで、うん、外国人枠から外れるんで、はい、外国人の、まあ、これぐらいしか活躍しなくて外国人枠入れるんだっていらんなって思われなくて済むんですよ。ああ、確かに。この、はい、まあ外国人枠じゃないから、まあいっか、置いとこうかっていう保険にはなるんですよね。はい。で、もう一個、まあ、プラスをもし作るとしたら、うん、球団側は、まあ、本当外国人はどっちでもいいんで。そうですよね。まあ、だからそこにメリットを持たすために、はい、球団側は、日本人選手扱いにしてくれたら、給料をもうちょっと上げるよと。ああ、そういう交渉ができるわけですね。仮に1億円だったら、はい、日本人扱いにしてくれるんだったら、1億3000。その代わり、外国人枠のままだったら1億円。はい。どっちか選べ。なるほど。選んだ時に、はい。じゃあ、日本人扱いにしとこうかなってなるかもわかんないし。そしたら、このまま現役で頑張ってる間、少しでも多くお金が入ってくるか、はい、安定して入ってくるかもしれない。で、移籍するんだったら、うん、FA して移籍すればいいんで、はい、別に移籍できなくはないですよね。うんうん。その代わり、はい、球団側にもちゃんとその移籍金が入ってきたりとか、うん、人的保障がありますよっていう、はい、日本人扱いにするんだったら、ルールも日本人と同じ扱いにしないと、うん、いやこれはちょっと不公平っていうか、うん、あのもうフリーすぎるっていう。まあそうですね。日本人扱いになって毎年自由契約で好きなとこ選べて、うん、FA 今年も FA するかしないかって報じてられたんですけど、うん、するもしないも必要ないですもんね。そうですね。だって FA し、うん、した時にその FA は人的保障に絡むんか、はい、保証金いんのかっていう、うん、もう分かんないし、うん、もしそれあるとしたらやんないでしょ、わざわざ。そうですよね。いや、日本人の、その、まあ、言えばソフトバンクの選手からしても、日本人枠の外国人が一人増えるってことは、本当の日本人の出る枠がちょっと減るわけじゃないですか。そう、出場機会と、あと一軍登録人数一人減りますからね、枠がね、はい。そうですね。うん、だからやっぱり、まあ、不公平感はちょっとあります。そうです。だからこれどっちかのルールにしなきゃ、うん、朗読はちょっとおかしいと思う。はい、これは、はいはいはい。ああ、なるほど。こんなこと言ってんの、はい、俺しかいないかもわかんないけど俺はなんかこれおかしいと思う、これ。いや、自分どうですか、皆さん。おかしくないですか、よく考えて。うん、これで、え、そんなおかしくねえよって言うんだったらいいですけど、はい、僕はおかしいと思うんですよ。あれ、でも考えてみたらどうなんだろう。あのソフトバンクの選手も言ったじゃないですか、日本人の選手はバレンティンが日本人枠になることによってちょっと出場機会が減る人がいるかもしれない。ああああ、ってことは日本人選手は、いや俺バレンティンがいたら出られないから、さっさとまた自由契約になって他の球団行ってほしいよって。え、でもお金くれないといかないじゃないですか。ソフトバンクより金出すとこもうないでしょ。はい、ああ、そっか。なんで移籍するかっていうと、はい、いわば外国人選手は、はい、出稼ぎみたいなもんじゃないですか。はいはい。だからまあ日本で大金を稼ぐ、うん、もしくは日本をスキルアップの場として、はい、日本で活躍してもう一回メジャーに戻りたいとか、はい、あとはメジャー契約できなかったから、うん、ちょっとワンクッション日本で置いて、そのちょっと期間を置いてからもう一回メジャーに帰ろうとかっていうところの日本の場であるから、はい、要はもしその出稼ぎ感覚で日本で成功して大金稼ぎたいと思ってる選手、もうメジャーでは俺無理やけど日本でやったらお金稼げるって思ってる選手は1円でも高いとこ行きますから。はい、あ、そっかそっか。だからよく言うじゃないですか、はい、いや、あの選手は
チームアイあるから出ていかへん、出ていくって外国人特に出ていくってそうですね、結構転々としますもんね。だからロッテのデスパイネの時、はい、いやデスパイネは千葉最高とか千葉なんとかとかって言って、はい、いやロッテはあるから絶対出ていけへんって言って、はい、多くの人が言ってたんですけど、はい、僕は絶対出ていくっちって、はい、絶対お金が高いとこ行くから、はい、そんなもう愛とかあいつらそんなんじゃないし、はい、しかもさっき言ったようにキューバは政府と交渉してるから、はい、そんな1円でも外貨獲得したいじゃないですか、はい、絶対出ていくっちってあの人でストーンとスコーンってもうそううまくいってたよ。そうですね、100万いくって行かへんわけないってまあそうですね、それこそどこで野球やっても一緒なんですから、うん、多くもらいたいじゃないですか、はい、特に外国人選手は、はい、しかもねそんな日本ですから、うん、アイラブなんとかって言いますけど、はい、それくれたら行くよ。そうですね、まあ、レアド選手もお寿司ってね、北海道でやってましたけど、そう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 、ね、ロッテでもね、そうそう、だって海はね、北海道の海も千葉の海も繋がってますからね。はい、そうですね、まあ、いや、まあ、アメリカの海と日本の海も繋がってますけどねそうですね確かに、まあ、だから外国人選手はその日本人枠を獲得できるってなった年数になったら、どっちかを選ぶっていうルールにした方がいい、した方がいい。そんなやつちょっと両毒すぎて、これちょっとおかしいんちゃうかって思う、うん、ああなるほど、まあ、その通りちょっと考えようによりますね。これでも私もああまあ確かに考えてみたらそうだなとも思いますけど、ちょっとコメント欄でどう思うかちょっと聞いてみましょうね、はい、まあ別に反対意見でもね、はい、僕の意見は変わんないですけど、はい言い切る